狙いのカードはもちろんナンバーワン吹雪でしょう。いや吹雪姫、しかもねこれスーパーレアが4種入ってんだけど、スーパーレアだからね吹雪姫、これゲットするしかねえだろう。あとね魔王獅子も欲しい、武士団も欲しいし、犬神もいいよね、生ハゲ、いや欲しいのたくさんある、兄貴も欲しいしね、ウサピョンもエスレア欲しいな。まあとりあえず今回は吹雪のエスレアが来てくれれば大勝利。じゃあ早速開けちゃうようにしますか。儀式一発目から吹雪姫来てくれの儀式、超キリカード切んねよ、カード切んねよ、マジカード切んねよ、お前頼む一発目から来い。あーこの出す瞬間たまんねえ。まあね、まだまだ最初だから、最初だから全然 OK。 はぁ、緊張する、やべえ、何この緊張感、めっちゃ緊張するぞ。よし2パック目いってみます。頼むね吹雪、来てくれ吹雪姫。スーパーレア、スーパーレアっつうのがいいよね、吹雪姫のスーパーレア、たまらん欲しい。あとねウサピョン、エスレア、武士団もエスレア、あと生ハゲか、生ハゲのエスレアもいいよね、すげえ欲しいな。行くぜ、チョキリ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 、頼むぜ吹雪姫よ。ベジットみたいに来ないとか、お、やった魔王獅子、めっちゃかっけー、大好き、イケメン強そう、ノーマルカードなんだけどめちゃめちゃかっけー、いやー来た嬉しい、早くスリーブしないとね、あんまり触りたくねえ。やったー、ありがとう魔王獅子降臨っす。よし次頼むぜ、来てくれ吹雪姫、頼むぜ。いやーこれベジット的な展開になっちゃうから、ベジットもナイツ来ねえからね、なかなか本気出して行くぜ、頼む吹雪姫。くそーマジかよ、ちょっと待って待って、おかしい、あとね3パックちょっと待って、おつけ、絶対来る絶対来る、やっぱスーパーレアだからそう簡単に来ねえから、頼む伝じろう吹雪姫よ、来てくれ。まあそれがさ、まあ生ハゲでもいいよ今回は、でもどっちかスーパーレア来てほしいな、まあ1枚はさ来てほしいよね。あーやばい、めっちゃ緊張する、頼む頼む吹雪姫、吹雪姫、やばい、やはりそう簡単には来ない、頼むちょっと待って、おつけ、ふう一息ついて、待ってスーパーレア来ない、やっぱ4種クソ4種もあんのに1枚も来ない的な、吹雪姫頼む頼む、吹雪お前儀式来てくれの儀式、いや頼むマジで頼む、いくぜ、さて来てくれるのか、頼む頼む、兄貴がやった、嬉しい嬉しいけど超焦ってる、超焦ってる俺、やったぜ兄貴、来たね、脳天下勝利、地獄のケツバット、地獄のケツバット、いいな、ノーマルだけどすげえ嬉しい、兄貴なんかいいね、黄昏感があってこのカード、おお兄貴ダチだぜ、ダチだぜ、よし行くぜ、吹雪姫ダチだぜ、頼む来てくれ、頼むってお前、お前何調子乗ってんの吹雪姫、お前ふざけんなよ、マジか、やっぱそう簡単には来ねえか、なんかねチョコスナックシリーズ俺結構負けてんだよね、アニマルカイザーの時から、2年前ぐらいにさカイザーやったじゃん、アニマルカイザーの時からくそマジでかよお前さ、こういうことする、ほんとチョコスナックシリーズ強えんだって、アニマルカイザーのさカバドのあれも出なかったじゃん、うん、よっしゃ、ということで今回の開封結果はまあね、うん、まあちょっと微妙でもね負けとは言えないよ、だって兄貴来てるもん、兄貴来てるし、まあローボニャンかぶってね、ローボニャン F 型かぶってからくり弁慶に魔王獅子、兄貴も来てっから、魔王獅子の兄貴も来てっから、まあ負けではないでしょ、まあ悔しいけどね、悔しいよ、クソマジかよ、欲しかった吹雪姫、でもチョコすげえうまいから、まあ全然 OK かな、チョコ食いながらカード見るか、欲しかったな吹雪姫、次回来るといいな、絶対ゲットするまでこれ買うわ、よっしゃまだ売ってると思うから絶対ゲットしよう吹雪、まあ、Sレアはさ全部ゲットしよう、4枚しかないから4枚のSレア全部ゲットするわ。